ミコさんさ、いい加減引退するかこの店出てってくんないかな。なんで翔ちゃんにそんなこと言われないといけないんですか。女王様が取り囲まれている。だってもういい年でしょ、指名も減ってきてるっていうしさ、あとはナンバーワンの私に任せて引退しなよ。でも今でも私に会いに来てくれるお客様だっていらっしゃいます。いやいや、最近全然客ついてないじゃん。うち結構いい店なのにおばさんがいるせいで格が…というわけであとは私ら若い子に任せてさ、さっさとやめちゃいなよ。お、ば、さぶっちゃけおばさんになってまでムチ振っておっさん踏みつけるとか嫌でしょ。私はこの仕事に誇りを持っています。少なくなっても会いに来てくださる方には誠心誠意対応しますし。そんな話してんじゃねえんだよ、目障りだから出てけっつってんの、わかる？何よその目、なんなら今人前に出られない顔にしてやろうか。ちょっと待ちな。え？こんなとこで何騒いでんだよ、やかましいったらねえぞ。それとちょっと聞こえてきたが、この店の格を落としてんのはそこの女王様じゃなくておめえらの方だぜ。ああ、何このおっさん、由美子さんの客？盗み聞きとかマジ最悪。あんだけでかい声で騒いでりゃ嫌でも耳に入るさ。なら部外者は引っ込んでな、通りすがりのおっさんにどうこう言われる筋合いはね。もういいよ、行こうみんな。え、でも志保まだ話が。なんか冷めちゃったし、それに私にも考えがあるから。それじゃあまたね、由美子おばさん。大丈夫だったか？はい、ありがとうございました。どこの世界にも足の引っ張り合いはあるんだな。すみませんでした。すみませんでした。おう。ほう、
だったよね。おしめよ力を。俺の番だな。絶対待てない。俺の番か。逃げる前が気を見せてやる。なめんなよ。さあ、よし。そりゃ、行くぜ。それでは。何かご用心してやる。ほい、来た。負けない。見てろよ。やってみろ。やるか。俺の番か。私の番ね。やってやるぞ。なめるな。してみろ。なめないでくれ。よし、行くぞ。おいおい、何やってんだあんた。放っておいてください。お、この顔、この間風俗街で見たな。確か魔像おじさんだったか。知っているんですか僕を。まあな、 SM クラブの店長から少し噂を聞いただけだ。俺は春日ってんだ。春日さんですか。僕は牧之原壮太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。そうか。しかし何だって頭を木に打ちつけたりしてたんだ。痛みを感じたいんですよ。痛み？ああ、そういえば店長もそんなこと言ってたな。痛みがないから女王様の無知も感じないみたいな。その通りです。僕は生粋のド M としてありとあらゆる風俗店を渡り歩き、毎晩女王様の鞭を打たれては喜びを感じる幸せな生活を送ってきました。ですが幸せってやつは永遠に続くなんてことはないんですよね。やべえ、声をかけた以上ちゃんと話を聞くべきなんだろうが、共感できるポイントが全くなくて辛くなってきた。今ではこの通り。何の痛みも感じない鋼の肉体になってしまったんです。不安定な体勢で一晩放置なんてプレイもザラでしたから、筋肉までついちゃっていや、笑い事じゃないんですけどね。本当だな。とにかくもう何でもいいから痛みを感じたくて木に頭をぶつけていたんです。それで痛かったか。いや、せいぜい蚊が止まったくらいにしか。そうか、なんかいろいろ大変だな。だが俺には何もしてやれそうにねえな。まあ頑張ってくれ。それじゃ。あの、ちょっと待ってください。あなた、僕ほどではないですがなかなかいい体してますね。
男にぶたれる趣味は持ち合わせてはいませんが、せめてまだ僕の体に痛みを感じられる可能性があるのかは確かめたいんです。そこでお願いです、春日さん、僕を本気でぶってくれませんか。何？俺がか？はい、これで痛ければまだ希望があるんです。どうかそれを試させていただけませんか。なんなら袋叩きでも構いません。仕方ねえな、ぶっ倒れても文句言うんじゃねえぞ。よっしゃ、バチコーイ、よろしくお願いします。おいよ、俺の番だな。やんのか、見せてやるよ。破って、よし、やんのか、もっと痛くできますね。とっておき、俺の番ね。絶対負けない。とっておき、破って、どうするかね。あなただけが希望なんです。破って、破って、全力出してくださいよ。マッチコーイ。おい、来た、ぶっ飛ばしてやる。激しいのが欲しいんです。いやいや、破って、くそ、私の番ね。見てなさい、元気出して来てみろ。ほら、やるぜ。破って、破って、俺の番か。破って、破って、俺の番ね。破って、破って、早く、よし、破って、破って、しゃあ、俺の番。やめるな、逃げるなら今のもっと痛くできますよね。とっておきだ。どうするかね。破って、破って、もういいです。よし、決める。すみません。マジか、ませんでした。
春日さんですか。僕は牧野原壮太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。お、すまねえ。この子がユミコちゃんか。ああ、確かにちょっとおばさんだけど、光飛ばしてごまかせばいいか。むしろこのくらいの方が俺好みなんだよね。お前ほんと熟女好きだよな。なんなの？ユミコさん、最近稼げてないじゃん。だから手っ取り早く金もらえるバイト紹介してあげようと思って。優しいでしょ、私。しほちゃん。そういうこと。まあちょろっと過激なビデオに出てもらうけど、その分ギャラもいいからさ。やめて。いやー、なんだこの声。ユミコちゃん、くそ、どこだ。でかい声出すな。おい、カメラ回せ。もうこっから撮っちまうぜ。動くなよ。下手に動くと服だけじゃなくて体まで引き裂いちまうぜ。待て、くそ、間に合われと。なんだ。やはり何も感じない。道の真ん中でこんなあられもない姿なのに何も感じない。何この変態。ナイスだ魔導おじさん。春日さん、なんなんだよこいつら。今大事な撮影してんだけど邪魔しないでくんない。撮影？俺を？ならちゃんと事務所を通してもらわねえとな。誰がてめえなんか通るか。なめてんじゃねえぞおっさん。おい、先にこの変態どもをぶっ殺しちまえ。おい、上がってこい。私の番ね。ほら、来いよ。とっておき。みんな、頑張って。ほら、やるぜ。見せてやるよ。やってやるぞ。おい、来た。とっておき。上がってこい。俺の番
ずら連れてさっさと失せろ。次はねえぞ。はい、すみませんでした。無事か。はい、本当にありがとうございました。あなたも本当に助かりました。別に気にしないでください。死んだってよかったんです。もう何の喜びも感じない体だし、どうせこの先生きてたっていいことなんて。おいおい、そんな言い方。助けていただいた方に失礼なのは承知です。ですが死んでもいいなんて言わないでください。あなたに助けてもらって私は本当に嬉しかったんです。それをあなたは身を挺してかばってくれて私は救われたんです。そんな大切な人の命を簡単に亡くなってもいいなんて言わないでください。ユミコちゃん、かった、痛かった。ん、一度ならず二度も助けていただいてありがとうございました。お礼になるか分かりませんが、これ受け取ってください。あなたもさっきはありがとうございました。叩いてしまってごめんなさい。何かお礼を。それならもう一回私を叩いてくれませんか。え、さっきあなたに頬を叩かれた時すごく痛かったんです。こんな痛み久しぶりで。すみません。違うんです。私こんなこと言ったら惹かれるかもしれませんが、叩かれたり踏まれたりするのが好きで、そんなことばっかり繰り返していたら何も感じない体になってしまって悩んでいたんです。でもあなたの一発は効きました。僕のことを心から思ってくれている愛のあるビンタ、本当に痛くて気持ちよかったです。だからあの素晴らしい痛みをもう一度僕にください。それで手加減はできませんよ。手加減なんていりません。魂の一発。対面の人にこんなことを言うのはぶしつけですが、毎晩あなたの無知を僕に打ち込んでもらえませんか。絶対幸せにします。いや、少なくとも僕は幸せになります。まあそうだろうな。うん。どうしよっかな。愛のある痛みに飢える男と愛を与えたい女王、あれも立派な愛情の形ってやつなのかもな。店長、あんたが初孫に会える日は案外近いかもしれないぜ。